皆さんこんにちは。民主党の広報委員長を務めています参議院議員の林久美子です。6月16日火曜日、本日も5ミニッツ民主をお伝えしてまいります。岡田代表ら民主党の議員らは連合が主催する座り込み行動に駆けつけ、労働者派遣法の改悪阻止に向けて引き続き戦っていく決意を訴えました。今月12日、岡田克也代表をはじめ民主党の衆参国会議員は、連合の皆さんが国会前で行っている怒りの座り込み行動に駆けつけ、それぞれにマイクを握り決意を表明しました。岡田代表は、厚生労働委員会の審議は漏れた年金問題の対応が先だというのが民主党の考え方であると述べた上で、派遣労働者など不安定な雇用で働く人たちが結婚や子育てを諦めざるを得ない状況こそが日本の持続的成長の大きな足かせになっていると指摘しました。その上で、労働法制は安全保障法制と並んで今国会最大の争点であり、私たち民主党は皆さんと共にしっかりと頑張り抜くと決意表明を行いました。一方、今月14日、長妻昭代表代行は国会前で開かれた止めよう戦争法案、集まろう国会へ 6.14 国会包囲行動に民主党を代表して参加しました。長妻代表代行は、政府提出の安全保障に関する法案についての問題点を厳しく指摘した上で、共に頑張ろうと参加者らに呼びかけました。先週末には一時大荒れとなった国会ですが、昨日与野党8党の国会対策委員長による会談が行われ、自民党の委員長が野党の出席がないままに審議を行ったことについて遺憾の意を表明したことから、国会を正常化することで合意しました。昨日朝、国会内で与野党8党の国会対策委員長会談が行われ、先週衆議院の厚生労働委員会の運営により国会が不正常になっている状況を踏まえ、今後の国会運営などについて協議しました。民主党の高木義明国会対策委員長によりますと、自民党の佐藤国会対策委員長が野党の出席がないままに審議を行ったことは遺憾であった、今後は野党の意向、現場の協議を受け止めて円満な国会を図りたいので協力をお願いしたいとの発言があったということです。これを受け、高木委員長が今後は強引な運営が行われないよう重ねて要請し、国会を正常化することで了承したということです。では次です。政府提出の安全保障に関する法案について一般質疑が行われ、民主党の尾形議員らが存立危機事態の根拠の曖昧さなどを追及しました。衆議院の安全保障法制に関する特別委員会が昨日開かれ、一般質疑が行われました。民主党から質問に立った尾形麟太郎議員が、存立危機事態について武力攻撃事態と同等の効果が日本に及ぶような事態が迫っているという認識になるが、政府が例示するホルムズ海峡の機雷掃海について国民の多くは武力攻撃と同様の戦果が及ぶ事態になるという発想にはなかなか立てず理解が及ばないと指摘し、中谷防衛大臣に明確な答弁を求めました。しかし中谷防衛大臣は、事態に応じて総合的に評価するなどと述べるばかりで、その根拠の曖昧さが浮き彫りになりました。それでは代わりまして、民主党の国会議員が18歳の時を写真などを交えてご紹介をいたします。私の18歳のコーナーです。本日は白真君参議院議員です。皆さんこんにちは。参議院議員の白真君でございます。君までが名前なんです。比例区比例代表選出の2004年当選して今11年目をしたところでございます。私は18歳の頃、
ちょうどこう大学に入るか入らないかという時期でしたけれども、何考えてかといえばそれはもう女の子とことしか考えてませんでしたね。もう本当にそういうようなところで、本当にいわゆるノンポリと、ノンポリってもなかなか今の学生さんわからないかもしれませんが、政治にはあまり関心を持たないまま、過ごしていたという感じでしたけれども、今考えてみますと、やっぱり人生さまざまいろいろ本当に私もこうやって経験しております。そういう中で私は在日の韓国人として日本で生まれ育ちました。そういう観点から今私たちのこの国を見てみますと、やっぱり多くの外国の人たちが日本に来ております。そういう人たちとどう交流していくのかと、そういう部分においてのやっぱり焦点を当てて、そして皆さんもですね、若い人たちこれから日本の将来どうしていくんだということもですね、ぜひ考えていただいて政治に関心を持っていただけたらなというふうに思っております。ぜひ皆さんと一緒にこの国をいい国にしていこうじゃありませんか。よろしくお願いいたします。博新君でございました。それでは本日の5ミニッツ民主はこの辺で、次回は今週金曜日19日にお目にかかります。失礼いたします。